天下三班893番堀北太郎です。本日のお話は夜逃げ現場に直撃。夜逃げ現場を見たかな、リアル夜逃げ現場を見たですね。まあこれはね、どういうことかっていうと、まああるビルのオーナーが、まあ多分5階か6階だったと思うんですよ。1階が店舗で5階がマンションみたいになってて、その1階の店舗を借りてる人が最上階の5階だか6階にも住んでいるっていう状態だったんですね。で、その店舗っていうのはなんか海外雑貨みたいなものを売ってるところで、夜逃げっていうかいなくなっちゃったっていうんですよ。もう家賃も払わずに荷物も残したまんま。だから店舗はいいんだけど、居住スペースのこの5階だか6階の部屋の荷物をどかしてほしいという話が、まあ、舞い込んだんですね。で、そんなん別に難しいことじゃないでしょって。でも、我々のとこに来るっていうのはなんか訳ありなんで、そんなこと聞くとやぶへびなんで、じゃあ一回現場見ましょうかって言って、まあ、オーナーも我々とは会いたくないんで、まあ、いい条件にするからもう内々でやってほしいと。ただ、その、出すものは夜は困ると。他の住民の人たちに迷惑になるし、昼間の時間に何日かかってもいいから、それをその引っ越し業者っていう形じゃなく普通にやってほしいと。目立つような動きをしてほしくないっていう。でも夜逃げならわかるけども、人は逃げてて掃除でしょっていうことなんだけど、まあ訳があるんだろうなと思って、最初はそのオーナーさんを見てある程度は片付けたんで、これはまずいと思ったっていう。まあそのガラッと開けて入ったら、まあ普通で散乱してて、まあ捨ててもいいようなもので、ドアを開けたらフローリングの2部屋ぐらい、結構広いですよ、全部土が引いてあるんですよ土がですよ。だからそれもいろんなとこに土が入っ乗ってるんですよ。テーブルの上とか押し入れの中の上下とか、どうすりゃこうなるんだっていう状態なんですよ。なんかね、気持ち悪いというか不思議。なんか現象って結果が、なんか形があって結果があるわけだから、こうなったって想像がつくじゃないですか。なぜ土が引いてあるのか。いや、別に変な土でもないし、だから一瞬私もなんかそのそういう系の栽培目的かなって思ったんですけど、私が知ってる知識の中でこれは違う、この土ではないっていうのが分かったんで、オーナーさんはそっちだと思ってまずいと思ったから、もうそれごとどうにかしてほしいっていうことで、オーナーが悪いわけじゃないんですけど、そんなことが評判に立ったら他の人たちが怖がるし、警察沙汰になったらいろいろな、もうね、その1階に今度開けてお店を入れなきゃいけないじゃないですか。そういうことでもう内々に、ああなるほどなってもうこれ土足のままでいいですよねって。だって靴脱いだって土だもんもうとりあえず土どかすって話ですわ。これがね、最初は簡単かなと思ったんだけど、結構大変で、ものすごい量が入ってんですよ、これ。多分ね、軽トラでも5回とか6回だから、ほんと1トンとは言わないけど、それぐらいはあるんですよ、絶対に。びっくりしましたよ。でね、これ土をどけたらなんか出てくるんじゃねえか。例えば、それこそ死体とかなんかあって土、最初はそうかなと思ったけど、そんな厚みもないし、全部どけても何も出てこないし、未だに不思議に思うんですけど、調べてったら、そこの1階の店舗が、海外雑貨ってやっぱりその怪しげなグッズとか、そういうもので、中ちょっと見て、そこの空いてるもんも見てもいいですかっていうと、やっぱりそういう栽培だとか、いろんな本もあったんで、本人はそれをやってみようと思ったのか、土だけ肥料だけやったのか、本当にやってダメだったのか、やってるうちにどうにもならなくなって、夜逃げっていうよりも、その土から逃れたかったんじゃないかなっていう。だけどこれ、どこに捨てるっていう話になってたんですよ、こっちも。変な話、こんなのだってもうその当時でね、もうあのゴミの分別っていうのがあるし、分別でこれ土捨てる項目ないですもん。かといってそんだけ大量なのどっか持っていくと不法投棄だどうのこうのになってもあれなんで、じゃあこれ建築屋の知り合いに残土っていうことでもう処理してもらって、もう埋めてどっか捨てるしかないで、結構これも大変なんで、一個一個袋に入れてっていう風に持ってっていう大変なね。まあ私が全部やってるわけじゃないから私もそれね、暇な若い人とかにやらしたんですけど、面白い不思議なことがあるなと。私がね、今までやった仕事の中で部屋マンションから土を運ぶという面白い仕事があったというお話です。